こんにちは、ゆんです。今日は昨日8月21日に発売されたリセアマンの最新作リップを紹介していきたいと思います。実はこれ視聴者さんからツイッターでこんなリップが来たんです。ゆんちゃん、新しくリセからこういうリップが出るからレビューしてほしいですっていうリップが来たので、そのリクエストにお応えして私早速フライングゲットしてきました。イエーイ。もうユンも早く使いたくて使いたくてうずうずしてるので、早速もうやっていきましょう。みんなでせーの、ひめこ。やってくれた方ありがとうございます。ちゃんと見えてます。開けます。じゃーん。ビセから10色発売されたんですけど、ぶっちゃけ10色もいらないんで、ユンが使えそうな3色を買ってきました。ビセのクリスタルデュオリップスティックです。で、ピンク、レッド、オレンジって買ってきたので、まずはピンクから試していきたいと思います。もともと塗ってるリップを落としていきます。落としました。じゃあ1色目にこちら、見やすいようにちょっと長めに繰り出してるんですけど、クリアとカラーの2層になってて、簡単にグラデーションが作れるリップだそうです。なんかね、すごい綺麗なの、この周りのクリアの透き通りさ、もうすっげすけだよ、すっげすけ。まずは手の甲に塗って色味を確かめます。おお、軽くスーって塗っただけで一発でこんだけはっきりと色が出てくれました。発色はめちゃめちゃ良さそうです。唇に塗るとこんな感じです。なんかね、この色がついてる部分が真ん中しかないので、塗った時に細いラインで唇の輪郭からはみ出しにくくて、すごい塗りやすいです。やっぱね、色味もピンクいっぱいあったんですけど、その中でも一番濃いこの色が気になって、やっぱ間違いないと思いました。めっちゃ可愛いピンクです。ちょっと赤っぽいピンクなのかなって思ってたんですけど、塗ってみるとそうでもなくて、周りにクリアがあるので、その濃さを綺麗にぼかしてくれて、すごい絶妙なちょうどいい色に仕上げてくれてます。なんか画面越しでも伝わるのかな、これ1本しか塗ってないのに、まるでグロスでも塗ったんじゃないかっていうくらいツヤが出ます。使用感としてはすごいリップクリームみたいで、軽いつけ心地なんですけど、しっかり潤ってくれるので密着してる感があります。色持ち良さそう。はい、じゃあピンクを落として次の色を試してみようと思います。落としました。なんか一気に顔薄くなったな。やっぱリップって大事ですよね、皆さん。リップが一番大事だと思うんだけど、早く塗りましょう次。はい、次はこちら OR の260番、同じく手の甲に出すとこんな感じです。結構パステル系なオレンジになってますね。唇に塗るとこんな感じです。なんかもっとこうって感じかと思ったら、肌なじみが良くてどんなメイクにも合うんじゃないかなって思いました。はい、こちらも落としてラスト赤を塗っていきたいと思います。ただいま薄塗んです。ということでラスト、こちら RD460 番、なんか赤系の色が2色あって、深みのある大人めの赤とオレンジと赤が混ざったような色の2色があって、ユンはこっちが気になったのでこっちにしてみました。手に出してみるとこんな感じになりました。ユン、これ好きかもしれないです。めっちゃ可愛い。わー、今カメラのメモリがいっぱいになっちゃって撮れなくなっちゃったので、急遽 iPhone の外カメで撮ってます。もう最悪。ちょっとどこまで撮れてるかわからないので、最後の RD460番のレビューをもう一回していきます。どこまで近づいたらいいのかわからないし、もうフレームアウトして逆に分かりやすくレビューができない可能性があるので、アップにはできないんですけど、色は本当に赤でもオレンジでもなくて、ひとなり唇に塗った瞬間にパッと顔が明るくなって垢抜けた印象になります。あ、これ一番好きかもしれないですよ、この3色の中で。なんか大人っぽさとあどけない可愛さ両方兼ね合わせてるので、誰にでも似合いそうなリップだと思います。めっちゃいい、これ気に入っちゃいました。途中からカメラで撮れなくなったりしちゃって、すごい見にくい動画になってしまったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ゆんでした。